環境中にですね今あの一時エネルギーの,、まああの石油とか天然ガスのです、ね、60%が使うことができずに排出されているとしかもその75%がですねあの300度以下の低温排熱ということで、まあ、昨今異常気象とか大変問題になっておりますけれどもこれを何とかしないかんということで、まあ、少しでも電力として回収してですね 持続可能な社会の構築に貢献したいといととうことを取りり組んでおりますで私も ESAM はですね創業し,てし,しました代表の南部がですね、まあ、ベンチャーを次々起こしていこうという取り組みの第1号でございまして2013年にこのフレキーナの基本特許ができたことをきっかけに起こしました。 で本社はまあそういったことからです、ね、あの南部の個人会社のアセットウィッツと同じ京都にございまして開発拠点2拠点ございますで私どもはあの自立電源という形で商売をさせていただくという立場を取っておりましてよくあのモジュール売ってくれませんかという話なんですけどモジュールだけを渡してもなかなかあの扱いにくいということもあって自立電源という形で商、え、売、ー、をさせていただくということでこれのシステムの開発を大阪大学の吹田キャンパスの中の拠点で行っております。 もう1拠点このフレキーナの実装技術プロセス技術開発を実はこれフルスフ,フィアさんの隣の建物に入居させていただいているんですけども京大の桂キャンパスの中小機構のベンチャープラザの方で、えー、やらせていただいております、まあ、ちょうどあの今年度中にですね第三者割当増資紙を計画しているという状況でございます この右の,写真あの手に持っている写真、これらのフレキーナです、極薄のフレキシブル基板の上にです、ね、あの世の中で最も性能の高いビスナステルールのバルク状の素子をハンドタイム実装技術を用いて実装した、まあ、シンプルな構造になっております。まあ、ご覧のとおりです、ね、配管等に密着できますので、まあ、非常に熱回収効率が高いということを特徴としております。 加えてです、ね、半導体に実装技術を用いるということで半導体同様にです、ね、数が増えれば量産効果で安くできるということで、まあ、コスト性能比の高いモジュールを作ることができるようになったということです。 でまあ、従来このセラミック基板でソシをサンドイッチした左の写真のようなものを用いてペルチメーカーさんいろいろ頑張ってこられたんですけどなかなかですねお客さんのご期待に添えるようなコスト性能比のものができなかったということですけれどもなん、まあ、とかご期待に添えるようなものを作れるようになってきたのかなというふうに考えております。 で以降ですねいいくつか事例をご紹介させていただきますまずこれ、NEDO の,の,の STS 事業の,あのサポートをいただいて、東京合算との共同開発の技術成果に基づいて、えー、商品化いたしました。IoT 用の自立電源です。配管に巻きつけるタイプです。で、えー、2種類今、サンプル販売をしておりまして、1つは1 0ットからもう1つは1 8 0ット 10mW の方は、えー、温度センサーとか振動センサーとかそういったものに電力を供給する。180mW は圧力センサーとか流量計とか大消費電力のセンサーに給電するということで、えー、断面図がごごござい右にありますけれども、えー、放,熱フィン放射状に見えてます放熱ピンの裏側にですねあオレンジのところがフレキーナでして配管と放熱ピンとの間で生じる温度差によって 生じた出力をですね DC-DC DC コンバーターを介してお客様側のセンサーとかですねあの AD コンバーター等々に電力を供給するそういうシステムになっております。で非常にあのコスト性能比が高いということを売りにしておりまして高頻度のサンプリングとか高振動周波数でのセンシングができるということ今非常に着目されてます予兆診断等にお使いいただけるということで昨年からですねあのお客様の方に広くご紹介活動を今させていただいているというところでございます。 これがつける事例の一つのコンセプトというふうにご覧頂けたらありまたいですね排熱管につけて排熱管自身のです、ね、振動とかをセンシングすることはもとよりですね近隣のセンサーに電力を供給するということを想定しています。一方これはフラット化タイプですねモーターとかコンプレッサーとかセンサーとか。あの 工業炉とかそういったものの上に磁石でこうペタッとこうくっつけてすぐもうそのわずかな熱で発煙するということで、まあ、これもですね、えーまあ、2種類ございまして1つは大出力タイプでもう1つが小型のフィンレスということで大出力タイプの方については既にあるご協力頂い,いているお客様の方で POC を今スタートしたという状況になっております。これはです、ね、あのエネオさんと一緒に あの共同開発をしております。先ほどのタイプのやつをですね、一回り大きいサイズですけれども。 お客様のご要望の出力に応じて複数ユニットをつなげていくというタイプでこれ JX 石油開発さんの新潟のガス田ですけれども副産物としてお湯が出ますそのお湯の温度で,ですね発電をして非常に人里を離れた場所ですので電力ケーブルを引っ張ってくるとの莫大な費用かかりますけれども現地に熱さえあれば発電しますので照明とかあるいは監視カメラとそういったものに電力を供給できるということ 去年1年、長期の信頼性試験をやらせていただいていよいよ今年からお客様へのご紹介活動を開始させていただいたというところで早速、ある地熱発電所さんからサンプルでもいいので売ってくれということで先日、納めをしたというような状況になっております。これは川柊さん、川柊ネスさんと共同開発しているのでガスタービン小ゼネシステムの余剰蒸気から発電するシステムです。 であのまあ、最近ですねあのコジェネ 蒸気が余って仕方がないということで捨てていると非常にもったいないということで捨てる蒸気から発電しようということで従来のシェランドチューブ型の熱交換器の中に入っている冷却水管を我々二重管にしましてですね右の写真にありますようにインナーチューブとアウターチューブの間にフレキーナが両者に密着できるような独自の製造方法を見出だしましてですね作れるようになりましてこれあの写真1本ですね1.5メーターで150ワット出ますで。これをですね え束にしてですね5キロワットのユニットを作ろうということを今やっておりましてこれをあとはお客様の余剰蒸気の量に応じて例えば4 0ットだったら 8, 8ユニットをつなげるというような形でやっていくということでマネーズ回収効率が非常に高いということとそもそもあのタービン等の稼働部がありませんので、えー、維持経費を安くしていくことができるということでこれも今お客様から関心を多く多数頂い,いております。 でこれはあの一方ででで先ほどど気でしたけどこ排気排熱ですね皆さんあの、えー、排気と排気管からの排熱にお困りというお話を多く頂い,いておりまして、まあ、排気気体というのは非常に熱抵抗が高くてなかなか従来は熱,熱回収しづらかったんですけども私どもこの右にありますように排気管の中に独自の集熱構造を設けましてです、ね、それで効率よく熱をです、ね、フレキーナを返して冷却水側の方に流すことができるようになって、まあ、これの写真 一個3 0かけ× 3 0ンチぐらいのサイズのものですけれどもこれ1ユニットで今350度の排気熱に対して200ワット程度ということでこれを1ユニット2ユニット4ユニットとつなげていけば400ワット800ワットというような形で電力回収できるということでこれについてもあの今あるあの食品メーカーさんの工場で長期の試験を先日までやらせていただいたという状況でございます。 最後、これは我々今後目指そうとしている姿ですけれども、まあ、どこにでも簡単にですね熱さえあれば設置できるこの自立電源を分散型の自立電源システムとして捉えてですね一方で蓄電池の資源等と EMS あるいはバッテリーマネジメントシステムを使ってですねつないでいこうということで、まあ、当然我々だけでできませんので半大とか立命館大学の先生 方との産学連携あるいはパートナーのお会社さんとのですねコラボということで、まあ、今後こういうプロジェクトを起こしていこうということで今動いていっているという状況でございます。はい、以上ご清聴ありがとうございました